Okay. まくね。スコアが伴わなかったら我慢我慢で、はいはい、まあ、目標をその時は下げていいんですけど、はい、ゴルフの中で期待ってキーワードよね。そうやね、期待してる。皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフではトーナメントプロならではのメンタルを取り入れたレッスン動画を中心に様々なゴルフ動画を配信してまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も始めましょう。はいはい、ナイスバーディーです。ナイスやっぱバーディーって薬やな。薬ワン声がトーン上がった。あいつなった最近まで。あいつやと。やっぱ今のは気持ちよかったもん。バーディーは大事。バンカーも良かったし。そうやな、うん、全部良かったな大体。このホールはね、まあ長いんですけどちょっと S 字なってて、はい、左はねもう落ちちゃうと出すしかないんで、はいはい、まあ左より、まあ、右サイドを狙いたいかな。はい、まあ、あの右サイドか、うん、あのバンカーは入っても、まあ、OK。 もう僕ら多分ねギリ超えると思うんですよ。だからまあ行ってもバンカー右端行っちゃうと向こう行っちゃうんで、はい、バンカー左端からその左の木の間ぐらい、はい、飛んだらでも左行った方がいいですけどね。まあ、ちょっとフェアウェイ左サイドじゃないの。オッケー、これはいいわ。おお、最後大グー、大グー、大グー。あのよかった。のんちゃんもやってよそれ。ドライバーはできんのか。でもパターマシやったな。あれ思ったとこ打ててる感あったやろ。出たけどやっぱ出んのよな。さすがやね。俺が開発したパター。パットじゃ僕は真ん中、うん、俺の行ったラインかちょっと右か。うん、やっぱ方向を狙って、はい、しょやっと行くって言われてる。ナイス、ちょっと申し忘れましたが、はい、あの右のバンカーを嫌がっちゃうとチーピになっちゃうっていうね、そういう設計者の意図があるんで、そこを皆さんお気をつけて。まあ、右バンカーを嫌がりすぎると引っ掛けちゃうんで、まあ、右バンカー入ってもいいよぐらいのメンタルで行ってほしいです。そういうやっぱメンタルの強さ、うん、マイナスなイメージしない、はい、っていうことでやっぱいいショットが生まれる。はい。まあ、そうですね。はい。思ってもないこと言うな。いや、まあ坊主はショットに関しては言えると思うよ。パターに関してはお前に指導されたくないと思ってる視聴者が多分 90% ぐらいでおるけど。大ゴー、はい、プラス3。ここはグリーンはそんな癖なくて、まあ、ちょい奥ぐらいけどそんな癖ないんで、まあフェアウェイにボールが行ったら、ボンちゃんめっちゃ置いてったわ、申し訳。あ、ちょっと当たりは良かった。160。お、結構ある。これ奥はどうなん。奥はね、まあさすがに行き過ぎたらあかんけど、でも全然プラス3やし突っ込んでいいと思う。8番で162。8番、はい、タイミング合ってないな。アプローチ残りました。もうキャディさんが早く目つし従ってるから、ちょっと早くどいてください。やっぱクラブがいいわ。まあさすがやね。何、今はどうした。いや、もうアイアンがね、やっぱりタイミングがまだわからないから。分かってないな多分。探ってちょっと上で待たなあかんのかなと思ったら全然ちゃうかったっす。135キーでしっかりめ、まあ、ちょっとフォローありそうなんで、これはもうピー狙います。はい、オッケー、ナイス。テンポ良くなってきたよ。来た来た。こういう感じですよ皆さん。スコアが伴わなかったら我慢我慢で、はい、まあ、目標をその時は下げていいんですけど、はい、やっぱりこう流れがこう来た時にいかにこう
持っていけるか、はい、それまで我慢してろ。 それまでは目標下げていいんですよ、はい、だからまあこのホールはほんまいつも調子いい時はバーディーホールやけど、まあ、今日はパーでいいみたいな、はい、流れが来た時にしっかり狙っていけたですね。その心の準備をしとかないとダメですね。そういうことです。バーディーあれ入れられへんかったら勝ってさあ来ましたよ、ボンちゃん。アプローチはでも今日いけてるもんな。アプローチは逆にちょっと直ってきたね。まあ、僕はちょっとあんな偉そうなこと言っときながらちょっと奥でしたね。まあでも全然チャンス。さあボンチワン、これでもラフ買っとってくれてよかったっすね。マイゴルフのために買ってくれました。ほぼフェアウェイ、これもふわっといったら止まってくれそう。お、入った入ってた、いつものやつ。やっちゃいました。やっちゃいました。すいません。さあ、入ったからいつか歌うの。いや、打ってください。その頭の中で終わらすのやめてください。これはでも、落ちてからはフラットぐらいやな。はい。まあでも結構、球殺すイメージでね。うん。フラットいかないと止まらなさそう。言うのは簡単。止まれ。ああ、前行っちゃった。しゃあない。しゃあないね。まあでもこの状況で一番やったらあかんミスはくぐってその手前とかね。そうだね。が一番あかんから。あそこでパーパットのその希望が残ったっていうだけで十分っすね。いや、ないっすよ。あら。全然いいよ。片手で線だけええやん。うん。みんな期待してないから、そのボンちゃんのアプローチ。ちゃんとショットの説明入れといた。わー、これちょっとなんか主やけどちょっとわからへんわ。お主。お主やけど、ここなんかなかなかないな。フックっすよね。フック。うん、フック。このグリーンでもあんま切れへんかった気するんですよね。ですよね。結構切れない。うわ、めっちゃ切れるように見えるわ。うん、俺全部切れる思って打ってたな。あ、これで行くしかない。半カップ半ぐらいに行けます。曲がる言うても思ってるほど曲がらんな俺の。ああそう。なんかね、この辺はほんま切れてる。はいはい。ここの右の山が強いんだよな。まあまあでもそんなに、まあラインそんな間違ってなかったな。ちょいもうちょい切れたな。登りっすよ。攻めで登録してよ。ボール半個やな。フック？うん。大きいな。うん、はい。ウォール半分。微妙なフック。きた！うお！打ててるね、でも。打ててるやん。ナイストライ。思ったとこは出とったよ。今、ちょっとな、ストロークゆっくりして。ああ、よかったよかった。けどめっちゃ怖かった。あ、そう。その、弾逃げへんから大丈夫やで。弾逃げへんから大丈夫やで。ああ、怖いわ。いや、でもナイストライス。あら、ちょっとずつ克服してますね。そんなことない。なことないな。そんなことないか。いや、でもこれはやっぱ、このアームロックの良さやろな。はい、ああ。もろに出ない？そうやね。ちょっと遅れて出るから。うんうん。もう当たった時にはあんま出てなかった。デシャンボーと一緒やから。いや、デシャンボーと一緒ではないけど。後半40打ったら俺この池平泳ぎしよう。え、そうなん？カットで。言ったで。このホールはですね、はい、354とそんな長くないんですけど、池があります。はい。あれが残り100ヤードぐらいから始まってるんですよね。だからここから、260は絶対入りますね。250やとほんまのギリギリかな。はいはい、240がベストかな、はい。で、右にもね、ちょっと飛ばなかったら、右のところに、グラスバンカーがあるんですよ。はい、まあ、方向で言ったら、この今見えてる池のど真ん中ライン。はいはい、あのラインで、210とかで入っちゃうんかな、はい。グラスバンカーで。だからまあ、それも超える距離で打ちたいんで、まあ、基本的に240がベスト。はい。です。ちょっと上げてるから僕今日は2ユーでいこうかな。左右って、どっちかだったら左の方がいいかな。
右寄りかは。うん、そうだよね。したらちょっと、こうちょっとね、角度的に右に曲がってるんで、まあ右行っちゃうとちょっと狙えないパターンが多い。はい。ので、まあ行くなら左か。行かない方がいいかな。まあ僕は池の左端ラインぐらい。はいはい。狙っていきます。まあまあいいところ。そう、ライよりは右でしたけど、いいところです。そう、あの方向行って飛ばんかったら、グラスバンカーとか入るんで、皆さんちょっと気をつけてください。二遊だよ。ほんちゃんも二遊ね。巻くね。セーフ？あ、セーフはセーフ。今日は全部がおかしい。はい。あ、カエルさん。こんにちは。これがボンちゃんの畑を手伝ってるカエルさんです。山ほどカエルさんはね、害虫とかを食べてくれるんで、もうボンちゃんの畑の、ほんまの救世主ですよね。あの子らいてくれなかったら、ボンちゃんの野菜が、育たない。虫食いだらけになる。従業員。ニットウムシです。そう考えたらウィンウィンよな。これがウィンウィンですよ、皆さん。そういう働き方改革していかないと。そういうことね、日本もね。映えるぞ。映える？あ、映えるね。これエグいよ。あ、これ開いてる。開いてる。開いてる。開いてなかったら打てんでもいいけど。あ、なるほど。じゃあ開いてない。115か134金ちょっと奥っすね。木当たるか上。木当たらんと思う。そう、左足下がりやろ。 P あ、 P はちょっとやばいか。いや、いけんじゃん。ちょっとフライヤーするやろそれ。どう、何番 P？ うん、いけると思う。ロフトもちょっと立つしな。さあ、トラブルショットです。ボン選手スティンガー。おおお、やっぱ新品やから止まるな。あのライナーで止まるん、たま。まあまあ、でもダフったら息入るもんな。はい、そういうことじゃないの。そういうことです。止まりました。皆さん見ます？ちょっと見るわ。はい、止まりました。さすが新品の良さですね。新品。いや、あれパーやったらだいぶいいね。皆さん今、まあちょっと木に当たらんところやったらラッキーやったけど、右やと結構この辺の木が邪魔して、ああ、狙えない。左やとこう、まあピンは一応どっからでも見えるから。行くなら左ね。120風ほぼなし。これね、今ピンやるところは多分ちょっと下りになったとかと思うんですよ。はいはい。センターら辺が高くて、最後またちょっと奥に下ってるんですよ。なんで、どうしようかな。52のフルやな。52のフルね。52のフルで520ぐらいなんで、ちょうど。はい。風もほぼないと思うんで。まあ奥バンカー行くとちょっと寒いんで、寄ることはやると思うんですけど。まあ、止まった。はい。ちょっと上半身強いね、今のは。そうなんですか。って言ったね。それをなんか変えてるんですか。いや、できるだけこう、上半身の力抜いて、下半身だけの力で、引っ張って最後に手の力でこう押せたらいいなって思ってるんですけど。はいはい。僕の前のスイングというのは、結構こう、もう一気に、ああ、はい。全部で一気に取ったから、はあ、こうちょっとラグがなかったんですよ、この粘点、うんうん、がなかったんで、それをちょっと入れていってるんですけど、まだまだっすね。ああ、まだまだね。慣れてないわ。狙いたいってなると。そうやね、気持ちが出た時に、どうするかやな。あ、どこや。一応な、アプローチの選択肢あるでっていう、不利だけしてない。アピル。威嚇してるん、ちょっと。アピってパターン。それ大事やな。僕はここに来ました。これは、まあ、全然チャンスやな。
そうだからピンのこのちょうどセンターぐらいこれちょっとマウンドがあって、そっから先がこう下りになってるんですよね。ちょっと見えにくいかな、これカメラで伝えたいけどな。こんな感じでここがマウンドのてっぺんで、こっから下り、下り。ボンチャン。アプローチを持ってきたにもかかわらず、ここはパターを選択しました。あ、どっちでもいいんですけどね。パターやめてた方がいいで、そんな。もう喋らん方がいい。おー、ナイスタッチ。ありがとうございます。あれは入るでしょ。さっき行きます。うん、こんな目つぶったら入るわ。目つぶったら、うん、目つぶったら入るんや。目つぶってもじゃないの、目つぶったら入る。目開けとったら入る。重症や。そんな時間かかるもんそれ。めっちゃ慎重やったな今。ナイスパーや。今日相当調子悪いな。入れときたいよね。このホールは割とね、僕らにとっては結構チャンスホールだ。そうやね。いいとこつけれたんで。それフック？うん。まあまあフックと思う。あ、そうなんや。最後はね、結構来るんですよね、これ多分。あ、もうほんまや。上がるんやな。もう分からんな。どこで撮った？え？出玉どこで撮ったやろ。分からん。画面見ちゃった。まあ、まあ行かないか。なんすか。急にカメラマン本格的になったよ。もうちょい寄せなかったな。セカンドね。ああ確かに。まあだからあれくらいの距離はもう入ると思ったらな。入る確率はあるけど。期待しすぎるとね、うん、ゴルフの中で期待ってキーワードよね。そうやね。期待してる人大体あかんもん。期待しすぎるとこう、あかんよね。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。